大分市の40代の女性は先月、日本人男性を名乗る相手とマッチングアプリで知り合いました。その後メッセージのやり取りを重ねる中で、将来一緒に生活しましょう、円安が続くからドルに両替して資金管理した方がいいなどと誘われ、女性は紹介された外貨を運用する架空のサイトに登録、指定の口座に現金を振り込み378万円を騙し取られたということです。一方で大分市に住む40代の男性は、今年の3月から SNS をきっかけに実在する女性の投資家を語る相手とメッセージでやり取りをするようになりました。こうした中で投資の成功率を大幅に向上させられます、資産倍増計画に申し込んでほしいなどと誘われ、株を取引する架空のサイトに登録しました。その後口座に現金を振り込み564万円を騙し取られたということです。